40代50代で目の下のたるみがなかなか改善されない方はこの動画を参考にしてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。タイトルのあるようにね、40代50代の方っていうのはなかなかこの目の下のたるみというのがね、上がりきらない、どうしても残ってしまうということがあると思うんですけれども、それは目の下のたるみを目の下だけでしているからかもしれません。今からお伝えするのは丸々から始めることで、このたるみが2段になっているたるみが1段になるとかね、1日で、たった何数分の施術でそのぐらいの変化が現れるというものですから、ぜひね、気になる方は試してみてください。はい、早速ですけれども、その気になる丸々というのはここからです。ほうれい線のところからリフトアップをしてください。今まではこの部分的なリフトアップについてお話をしていきました。目のたるみの取る一つの方法としてむくみ対策ですね。むくみ対策ですから、このように捨てていく、流していくというものです。で、たるみ対策としては筋トレがあります。筋トレがあります。もう一つは靭帯というやつですね。体を支えている靭帯、コラーゲンとかでできているものですけれども、膝関節がよくね、怪我した時のあの靭帯と同じようなものが顔に網状に作られています。それがたるんでくると目の下がたるんできますね。で、その40代50代はに、その個人差で不定具合というのは違ってきますので、こんなに幅ができてくるんですけれども、いわゆる老化ですね。老化してくると、やはりこう筋肉のたるみだけではなくて、靭帯自体が支えている靭帯自体が垂れてきます。そうすると目の下だけの処置だけでは効かない方、効かなかった方がいるとおられると思うんですけれども、まずそういった方に関しては、このむくみをまず消す、そしてたるみのケアをしていただいていると思うんですけれども、最終手段として、手術以外の最終手段としては、ここからリフトアップしてください、ね、これに対するケアになります。これはちょっとアップする感じですね。このように3段ぐらいに分けて行ってください。何をするかというと、軽く下げてください。ここからはね、手の感覚とかね、ちょっと鋭い方の方が有利になるんですけども、軽く指の重さぐらいでいいので下げてください。そして反発していきます。軽く手を離してください。で、右と左で反発する速さというのが違ってくる場合もありますから、感じるままに外してください。僕の場合は今こっち側の方が速いです。で、こっちが遅いです。その時はもう次のとこ行ってください。こんな感じですね。慣れたらできます。こうですね。このようにしていくと、2段になっている目の下のこのむくみ、こんなやつですね。見えますか？ここの1段、2段になっているですね。この下のやつが消えていきます。涙袋、ね、というのができたら、可愛らしく見えるというのがね、あるらしいんですけれども、そういったところも、狙っていけるかもしれませんね。そうやって、それでまだこの靭帯だけじゃなくて、むくみがひどかったらむくみの処置もすると。だから一つのことだけで一つの成果を求めるのではなくて、やはり年代的にたくさんのね、原因があるので、むくみをまず取って、動きやすくして、で、筋肉がたるんでると思ったら筋トレのやつね、むっと締めるやつをやる。そしてもうさらに、どうしてもまだたるみやったら、今日お伝えしたこのような靭帯に対するケアも行ってください。だから1重2重1段2段3段とね、いろんな方向でやりはると成果というのがね、出てくると思うんでね、これは、ぜひ試してほしいですけど、やはりちょっと力加減だけ強くしすぎると垂れますからね、指の重さぐらいでいいです。物足りないぐらいで十分です。で、静かなところで目をつぶってもいいです。黙っていくと、なんとなくじわーっと反発してきますからね、それをふっと真上でもいいし、上でもいいです。こうはしたらあんまり良くないみたいですね。はい、このようにしてください。で、右と左で反
反応の違いはあることもあります。同じの場合もありますからね、うまく使い分けてください。若い方がやるともっと簡単な時間、短時間で効果が出ると思いますのでね、合わせてやってみてください。今日の内容がいいと思ったら評価の方もお願いいたします。最新情報をお届けしたいので、こちらから登録がまだの方はチャンネル登録の方ね、お願いいたします。あなたの美容とエイジングケアに役立ててください。次回またこのチャンネルでお会いいたしましょう。